きょう小倉北区で開かれたギラバンツ北九州の新体制発表会には選手監督スタッフ合わせて36人が出席しました集まったサポーターを前にチームの指揮をとる天野健一新監督と今シーズン4年目を迎える守りの要川野隆選手が1年での J2 復帰に向け意気込みを語りました選手スタッフとともに目標に向かって ブレることなくシーズンを戦い抜いてい抜てきます必ず結果で恩返しをして、今年は最後、みんなで笑顔で終われるように、チーム全員で頑張ります今日はこのほか、8人の新入団選手の会見や、ギラバンツイエローに紫のラインがあしらわれた新しいユニフォームのお披露目も行われました。